指輪江戸川乱歩失礼ですがいつかも記者でご一緒になったようですねこれはおみそれ申しましたそういえば私も思い出しましたよやっぱりこの線でしたねあの時はとんだご災難でしたいやお言葉で痛み入ります私もあの時はどうしようかと思いましたよ あなたが私の隣の席へいらしたのは、あれは経駅を過ぎて間もなくでしたね。あなたは一袋のみかんをスーツケースと一緒に下げてこられましたね。そしてそのみかんを私にも勧めてくださいましたっけね。実を申しますとね、私はあなたを変になれなれしい方だとは思わないではいられませんでしたよ。そうでしょう。私はあの日は、 本当にどうかししていましたよ。そうこうしているうちに隣の一等車の方から興奮した人たちがどやどやと入ってきましたねそしてそのうちの一人の貴婦人が一緒にやってきた車掌にあなたの方を指して何かささやきましたねあなたはよく覚えていらっしゃる車掌に「ちょっと君失敬ですが」と言われた時には 変な気がしましたよ。よく聞いてみると、私はその貴婦人のダイヤの指輪をすったってんですから驚きましたね。でもあなたの態度はなかなかお立派でしたよ。バカなことを言ってはいけない。そりゃ人違いだろう。なんなら私の体を調べてみるがいい。なんて、ちょっとあれだけの落ち着いたセリフは言えないもんですよ。 おだてるもんじゃありません。車掌なんてものはああしたことに慣れていると見えてなかなか抜け目なく検査しましたっけね。貴婦人の旦那という男もうるさくあなたの体をおもちゃにしたじゃありませんか。でもあんなに厳重に調べてもとうとう品物は出てきませんでしたね。みんなの謝りようったらありませんでした。ほんとに痛快でした。 疑いが晴れても乗客が皆妙な目つきで私の方を見るのには並行しました。しかし不思議ですね。とうとうあの指輪は出てこなかったというじゃありませんか。どうも不思議ですね。ははは、おい、いい加減に白ばくれっ子はよそうじゃねえか。 この通り、誰も聞いているものはやしねいつまでも、さようからばでもあるまいじゃないか。ふん。では、やっぱりそうだったのかね。おめえもなかなか隅へは置けないよ。あの時俺がそっと窓から投げ出したみかんのことを一言も言わないで、見当をつけておいて、後から拾いに出かけるなんざ、どうしてくろうとだよ。なるほど。 俺は随分素晴らしっこく立ち回ったつもりだそれがちゃんとおめえに先手を打たれているんだからかなわねえ俺が拾ったのはただの腐れみかんが5つよ俺が窓から投げたのも5つだったぜバカいいねえあの5つは皆無傷だった指輪を抜き取ったあとなんかありゃしなかったぜいわくつきのやつはちゃんとおめえが先回りして拾っちまったんだろう。 アニハからんやそうじゃねえんだからお笑い草だおやこれはおかしいじゃ何のためにあのみかんを窓から放り出したんだねまあ考えてもみねえせっかく命がけでちょうだいした品物をよたとえみかんの中に押し込んだとしてもよ誰に拾われるかわかりもしねえ線路の脇なぞへ放られるもんかねえ おめえがのこのこ拾いに行くまで元のところに落ちていた謎は飛んだ不思議というもんだそれじゃあやっぱりミカんを放ったわけがわからないじゃないかまあ聞きねえこういうわけだあの時は少々ドジを踏んでねえ亭主野郎に勘ぐられてしまったもんだからこいつは危ういと大慌てに慌てて逃げ出したんだどうする暇もありゃしねえだが おめえの隣の席まで来て様子を見ると、急に追っかけてくるようでもね。さては、車掌に知らせているんだな。こいつはいよいよ油断がならねえと、気が気じゃないんだが。さて、一見のものをどう始末したらいいのか、とっさの場合で日頃自慢の知恵も出ねえ。恥ずかしい話だが、ただもうイライラしちまってね。なるほど。すると、 ふっとうまいことを考えついたんだ。というのが、例のみかんの一件さ。よもやおめえがあれを見て、黙っていようとは思わなかったんだ。きっと手柄顔に不意するに違いない。そして俺がみかんの袋を投げたとわかりゃ、皆の頭がそっちへ向かうというもんじゃねえか。みかんの中へ品物を忍ばせておいて、後から拾いに行くなんざ古い手だからね。誰だって感づかあねえ。 そうなるってえとたとえ調べるにしてからがこの男はもう品物を持っちゃいねえという頭で調べるんだから自然おろそかになろうってもんだ。ねわかったかねなるほど考えやがったなこいつは一杯食わされたね。ところがおめえが知っていながらも何とも言い出さねえ。今に言うか今に言うかと待ち構えても うんともすんとも口をきかねえ。とうとう身体検査の段取りになっても、まだ黙っていやがる。おら、さてはと思ったね。こいつはとんだ食わせ者だぞ。このままそっとしておいて、後から拾いに行こうと思っていやがる。あの場合だが、おら、おかしくなったね。ふふ、ざまあねだが待ちねえ。するってえと、おめえはあれを一体どこへ隠したんだね 車掌のやつずいぶん際どいところまで調べやがった。口の中から耳の穴までくまなく調べたが、でもとうとう見つからなかったじゃないか。おめえもずいぶんおめでてやろうだな。はてね、こいつは免用だね。こうなるってと、おらどうも聞かずにゃおかれねえ。そうもったいぶらねえで、高額のためにご伝授に預かりたいもんだね。ははは。 まあいいよ。よかはねえ、そうじらすもんじゃねえや。俺にはどうも本当とは受け取れねえからな。嘘だと思われちゃ尺だから、じゃあ話すがね、怒っちゃいけないよ。実はね、おめえが腰に下げていたタバコ入れの底へそっと忍ばせといたのさ。それにしても、あの時のお前の体はまるで好きだらけだったぜ。 <laughs> えっいつその指輪を取り戻したかって言うまでもねおめえが早くみかんを拾いに行こうと大慌てで改札口を出るときによ。